メルデの実験のモデル、ケーブルに接続された電気振動子がケーブルに張力を発生させる質量を吊り下げる、滑車を駆動する。メルデの実験は、ドイツの物理学者、フランツ・メルデが1859年に行った化学実験であり、音差により振動するように貼られた弦が作る、定在波に関するものである。この実験、エ l e c t u ルームスタンバイは、力学的な波が、 干渉現象を起こすことを実証しようとしたものである。実験において反対方向に伝播する力学的な波は、不死と呼ばれる動かない点を作る。このような波は、不死と腹の位置が静止したままであるため、メルデにより、定在波と呼ばれた。定在波は、フランツメルデにより発見され、1860年頃に、定在波という語が造語された。メルデは、 音差を使用して、弦の共振周波数の2倍で聴力を周期的に変化させることにより、弦にパラメトリックな振動を生成した。電磁放射の研究を開拓し、波動現象を研究したスコットランドの物理学者、ジェームズ・クラーク・マクス・ウェル氏自然界の波動現象は何世紀にもわたり研究され、中には科学史上論争になったテーマもあり、光の波動性についても同様である。 17世紀にはアイザック・ニュートンは光を粒子説で説明した。18世紀にイングランドの物理学者トマス・ヤングがニュートンの理論を対比させ波動論の基礎となる科学的根拠を確立した。19世紀の終わりに第二次産業革命の真っただ中に技術としての電気の誕生は波動論に新たな貢献をもたらした。この進歩によりフランツメルデは 波の干渉や、低在波の発生という現象を認識した。後に、スコットランドの物理学者、ジェームズ・クラーク・マックスウェルは、光の波動性を研究し、波動と電磁スペクトルを数式で表現することに成功した。低在波。不動点が不死を示す。横方向に振動している弦は、ギターの弦の振動やスタジオのモニタリングルームの、低在波の不死など、 あらゆる振動音響システムに共通する多くの特徴を示している。この実験ではギターの弦をチューニングした時のピッチの変化と同じように弦の張力を大きくした時に生じる周波数の変化を測定する。ここから弦やワイヤーの単位長さあたりの質量を求めることができる。これをメルデの実験の原理という。弦の単位長さあたりの質量を求めるには 上下などを用いたもっと簡単な方法もあるが、ここでは結果の確認と比較のために使用される。また、音差を用いる場合、音差と弦を平行に設置すると弦に生じる振動の振動数は音差の振動数と同じになる。しかし、音差を弦と垂直に設置すると弦に生じる振動の振動数は音差の振動数の1、2になる。ありがとうございます。